はいどうも、ヘビフロッグと申します。というわけで今回はこの壁に張り付いたカエルの餌をカエルちゃんに見せつけたらどんな反応をするのか検証していきたいと思います。どういうことか説明すると、このように壁に張り付いたカエルの練り絵をカエルちゃんに見せます。そしたらカエルちゃんはこの練り絵に対してどんな行動を取るのか、これが知りたいんですよね。こういう感じで完全にこの壁に餌が張り付いちゃってます。この前は地面に張り付けてイヤメガエルの反応を観察したんですが、イヤメガエルは地面に張り付いた餌を食べようとしたんですよね。ただこのように完全に地面に張り付いていたので、食べようとしても食べられなかったんですよね。気になる方はぜひ見てみてください。だから今回はね、それに対してこのように餌が横向きに貼り付けられているので、まあ、もしかしたらただの壁だと思って無視し続けるかもしれません。というわけで早速検証していきましょう。くらえ。お。壁だと思ってますね。この前の地面のように飛びついてきたりはしません。ほら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 、壁だぞ。ほらほら、うわっ、壁の方を見てます。じゃあもう少し近づけてみたいと思います。うわほれ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 、ふっ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 、壁の方をじーっと見つめてます。この壁のことを餌だと思い込んでますね。これはただの壁なのか、それとも餌なのか疑っているようにも見えます。ほれ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 、うわっ、ほれうわっ、ほれ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 、あっ、うわっ、あー、壁に顔を作ってみました。わあ、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 わあ。なんと練り絵で顔を作ったら目玉を食べました。本能的に目を狙ったんでしょうかね。はい。あ、はい。というわけで今回はカエルちゃんに壁に張り付いた餌を見せたらどんな反応するのかっていう動画でした。